今週の NBA ニュース本日のゲストは埼玉ブロンコスの志田真優一選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。志田真選手はニューヨークニックスファンということで、はい、どうですか今季は。今季ですかあんま期待はしてない。あんまり期待はしてない。はい、まあ、期待値は低い方が、あの見てからちょっと伸びしろがない。あ、そういうタイプですか、ね、でもルーキーがね、鳴り物入りな。はい、そうですね。バレット、バレット見ました。プレシーズンとか、プレシーズンやで、サマーリーグ、あのペリカンズの試合、第一クォーターなんかみんなハッスルして頑張ったやつ、はい、今結果負けてたみたいなやつを見てて、あれ微妙かなと思ったんですけどでもサマーリーグ見てた中で、あのもう一人の白人の、もう一人の白人、ミシガン出身の、あ、名前が読めない人。そうです、そうです、はい、彼の方がイグナス、イグナス、うん、彼の方が目立ってましたね。あ、そうなんですね。はい、ちなみに、つい先日、あのリクトさんって、はい、YouTuber で、はい、いました。あ、ありがとうございますニックスファンで、はい、ノックスに、はい、もう俺は欠けてるぐらいの感じでしたけど、はい、どうなんですか、やっぱりニックスファンの中ではノックスに化けてほしいというか期待感みたいなのは、うん、まあ、ポルジンギスがいなくなっちゃったんで、はい、まあ、ネクストはノックスだろうっていう感じで昨シーズンはずっと押してたんですけど、はい、まだちょっとばら削りな部分がある。うん、ただまあ19、20歳ぐらいなんで 2,3 年したら化けるんじゃないかなっていう感じだと思って温かく見守ってます、うん、じゃあ 2,3 年後ぐらいにニックスもくりゃいいかなと。今年のロスター見ててもちょっと偏ってるし、あ、もう確かにパワーフォードが多いなんて話もしてましたけどね、うん、彼がまさかというわけで、そんな志田真選手とお送りするライナーなんですけど、はい、危うくさっきまで忘れてました、お盆明けで、はい、コラボレーションシューズハンドブックプレゼント、はい、抽選します。はい、はい、良平さん、おめでとうございます。はい、3名でしたね、つけておいてね。続きまして、アイニーさん、なんか聞いたことある、聞いたことある、なんかあげてるかもしれないけど、ね、でも、はい、最後です、島根マンバさん、おめでとうございます。はい、ということで、この、収録が公開されたぐらいで、ダブドリのアカウントから DM させていただきますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。はい、というわけで、ニュースの方、よろしくお願いします。はい、一発目、ちょっと悲しいニュースなんですけど、はい、デマーカス・カズンズが、ACL 断裂ということで、今、ウォリアーズの写真ですけど、今シーズンからレイカーズと契約して、まあ、レブロン、AD、カズンズ、で面白そうだねみたいなとこだったんですけど、なんか普通のピックアップゲームで接触すらなかったんでね、なんかレイアップ行ってるところでそのまま悲鳴を上げながら倒れ込むみたいな、ね、本当もう怪我の多い選手で、あの2018年1月に左アキレス腱を断裂してて、そこから復帰するために、まあ、ウォリアーズと契約したんですよね確かね、あの1年ミニマムとかで、うん、はい、で、あの復帰したと思ったら左大腿四頭筋断裂っていうで、まあ、プレーオフ中に一応復帰はしたんですけど、うん、どうなんですかね、まあ、急ぎすぎちゃったのか、もうただただ不運なのかちょっとわからないですけど、どうなんですか志田真選手、志田真さんね、トレーナーもやられてるということで、はい、しかも本人もACL を2回断裂してると、うん、僕も切ってますいう経歴なんですけど、いかがやっぱり怪我ってこうあれもあるんですか、そのプレーオフで急いで復帰しちゃってかばっちゃって他の部分に負担とかって、いや絶対それはあると思います。全部左ですか、今回の ACL ちょっと調べそびれちゃったんですけど、基本左ですね。あ、でもこれも確か左だったと思います、ね、だからやっぱりアキレス腱から来て四頭筋ってなったら、やっぱりこう膝を安定させる筋肉とかとかまだ弱いのかなっていうと、あとは、まあ、夏だ、どれぐらいシェイプできてたかわかんないですけど、
ちょっと緩んだ状態からいきなり本気出しちゃってとかっていうのも危ないですね。まあ、それもあると思いますし、はい、まあ、プレースタイル的にポストでやってれば多分そんなに負担はないと思うんですけど、結構アウトサイドまで出てきてドライブとかするじゃないですか、はい、あの大きい方で、うん、ってなるとやっぱ負担は大きいんですよね。最近のセブンフッターオールラウンダー時代になってきたじゃないですか、はい、あれが結構体に無理があるんじゃないか説をちょっと唱えたいんだけど、KD も結局そうじゃないですか。そうですね。あとゲームが結構アップテンポになってきてるし、で体の負担は結構高いと思うんですよね。結局だから今シーズン出ないと思うから、うーんって感じだよね。そうそう、まあね、次こそちょっとゆっくりでって俺が言うのもなんだけどそうだ、ね、しっかり直して帰ってした状態で見たいよね。はい、はい、続きましてアメリカ代表が、まあ、ほぼほぼもう決まりそうというか、うん、なぜならみんな辞めていくからこの選ばれ方、ね、日本なんか死ぬ気で残りに来てる、ね、なんか代表の練習中にすごい評判が良かったのがディアロン・フォックスだったんだけど、うん、なんかもうめちゃくちゃやっぱ速いし、うん、速い選手さえ遅く見えるあいつがいるとみたいな評判だったんだけど、オーストラリアに行く直前に離脱しちゃって、うん、辞退しちゃって、で DJ タッカーも左足首の怪我を理由に離脱してて、でラウリー、カイル・ラウリーはめちゃくちゃ出たかったんだけど、親指の手術からリハビリ中だったのがどうも間に合わなそうだっていうことで、クリアランスもらえなかったので出れないということで、もう13人しか残ってないんですそこから12人選ぶんだけど、もう誰を落とすかみたいな感じになっちゃって、逆にかわいそうな感じが残ってるのが、ハリソン・バーンズ、ジェイレン・ブラウン、ジョー・ハリス、カイル・クーズマ、ブルック・ロペス、クリス・ミドルトン、ドノバン・ミッチェル、メイソン・プラムリー、マーカス・スマート、ジェイソン・テイタム、マイルス・ターナー、ケンバ・ウォーカー、デリック・ホワイトで、マーカス・スマートは怪我してるんだけど、まあ、復帰次第やるみたいなことは本人言ってるらしいんだけど、なんかもう、あれね、セルティックスになりそうだね確かに強いんじゃないですかみんなあのシーズン準備するために離脱しますって言うんだけど、セルティックスは逆に残ってた方がシーズン準備できる確かにね、お互いと。それこそケンバが新しいポイントガードになるから一緒にやっとくとね、練習になるというか、でも完全にもうケンバのチームみたいになりそうだね、代表は。あ、まあまあミッチェルもどうなんですか、ケンバ・ドノバン、ケンバ・ドノバンがねすごかったらいいと思いますけどね。ちょっとちっちゃくないですか。まあちっちゃいですよ ね。ディフェンスがどうなんだろう。だからシューターがいないっていうのがもう、ジョー・ハリス、ジョー・ハリスとミドルトンぐらいしかいない、ね、であとはもうバーンズとかになっちゃうんだよね、その後。あ、まあまあスポットアップだったらって感じですね。でジョー・ハリスとミドルトンはこの映ってるけどフィバボールにめちゃくちゃ慣れなくてねそうなの、練習中とかも3日ぐらいシュート入らないみたいな。マジで全然ダメだみたいな。変わったんすか。そう、これ変わったの触ったどう違うんですか。いや、なんか感触もちょっと全然違う、なんかボールのぬいぐるみ持ってるみたいな。うん、ちっちゃいの。いやいや、ちっちゃいとかじゃない、革の質感が。へで、モルテンのボール自体 NBA の選手なんて触ったことないから。でなんか溝もちょっと深いんですよね、多分。前のよりかは溝が太くなって、で今回のはちょっと肉厚じゃないけど、なんかこう質感がちょっと NBA のボールっぽくなってるんですけど、はい、滑るんですよ、ね、みんな言ってますね、それ。あのグリズリーズと契約したさ、ケイシー、カイル・ケイシーだっけ、もうあのなんかアースフレンズね、そうそうそう、うん、アースフレンズと契約したあのカイル・ケイシー選手のワークアウトっていうか、あのクリニックを見に行った時にいて、うん、彼もフィニッシュでポロポロしてて、ずっとこのボールがっつってずっと怒ってて俺の実力じゃないぞこれボールだぞとまあ慣れればそうですね。で、まあ、スペイン戦はそれなりにミドルトンもハリスも入れてたんだ。多少入れてたから、どうなるか。まあでもね、ボールを理由に勝てませんなんて言ってられるような国じゃないから、ディフェンディングチャンピオンですもんね、
ポポビッチになってからかなりもうボール回す回すって、うん、0.5 秒ルールみたいなのがあって、練習中は 0.5 秒持ってたらダメっていう。とか 0.5 秒持ってたら結構きついで本当にそうすぐ判断をしないまあだからどうなるかわかんないですけど、でも代表って結構 NBA に与える影響が大きくて、はい、そこでなんか友達になってスーパーチーム作ったり、ね、代表を経験してそこから一気にスターダムに駆け上がる選手とか、デュラントとかも多分そうだと思う。2010年とかでめちゃくちゃ活躍して、そこからもう MVP 級のとかね、ローズとかも確か、なんか代表分けに MVP 取ってるし、そっちのパターンあるかもね。なんかそもそもまだほらスーパースターって感じじゃない人がまだこれから行くぞっていう人たちが多いから、なんかスーパースター同士でつるむっていうよりはこっから、ね、ここから一気に来る可能性はある、うんうん、あはい、日本代表おニュージーランドと2試合やったんですけども、はい、八村選手と渡辺選手、ともに NBA 選手が2人ラインナップに入るというね、初戦が99対89で10点差で、八村塁が35得点ビルトチェンパレンジャー5リバウンド3アシスト2スチール、はい、で、この時は渡辺選手に、足首の捻挫で出てなかったんですけど、うん、次の試合で87-104で負けちゃったんですけど、うん、八村選手19得点9リバウンドで、渡辺選手10分だけの出場制限で出て6得点という内容だったんですけど、うん、まあなんかいろいろダメなところが露呈されたというか、2試合目は特になんですよ。1試合目はなんか全てがうまくいって勝ったで、向こうは外しまくったみたいなのがあって、2試合目は本当にいろいろと弱点を露呈されたというか、うん、まあ、分かってよかったよね。そうですね、まあ、分かってはいたんだろうけど、うん、どうなんですか、志田真選手なんですか、代表の見た感じとしては。なんかまだいろいろ試してる段階なのかなっていうのがあって、1試合目ゾーンってあんま使ってなかったですよ。そうですね、うん、で2試合目多分最初の方を自分たちが決めた後に綴りに関して、はい、でやってたんですよ。予選の時結構そのスタイルだったじゃないですか、うん、そうですね、決めたらゾーン外したらそのままなんですけど、うん、でだって今どっちか悩んでんじゃないかな、うん、で多分その時八村選手と渡辺選手がゾーンの時いなかったから、うん、予選の時多分その間合いとか兼ね合いもなるのかな、ね、そうですね、いろいろ試してる感ありますね、うん、ローテーションとかも絶対本戦ではやんないんだろうなみたいなローテーションだったりするし確かにね、まあ、まあその方がねいいっちゃいいですね、そのための新戦略、あの若手のユニット楽しかった。そうですね、最後の方ね、ウィリアム・ジョーンズカップに出てた、うんうんうん、安藤、セイヤ、安藤、シュート、アビー選手が出てる時、うん、めちゃくちゃ面白かったですね。あそこをみんなマンツーマンですごいプレッシャーかけて、うん、相手のターンの方を誘ってアリーで攻めて、気迫もすごかったし、やる気が全然違うから見てて今名前が上がった3人なんてもうためらわないですもんね、シュートもね、ガッツがあるんですね、うん、アビー選手の中のディフェンスもめちゃくちゃ効いてたんだよ、ね、確かに体強いですね。強いですね。あれ今季滋賀でしたっけ、レンタルでしょ、レンタルで滋賀、ちょっとあれそういうのでね一皮向けてほしいですよね、大黒柱みたいなって、ね、プレータイムもらえた方がやっぱね、うん、いいからね。はい、で、今週また、ドイツやらアルゼンチンやら、あと何だったっけ、チュニジア、チュニジアだし、チュニジア3試合かと試合やりますんで、うん、残り全部埼玉スーパーアリーナだったから、うん、でやりますんで、それもまたレポートできたらします。はい、お願いします。はい、バスケットボールウィザウトボーダー、これ僕取材来たんですけど、これ参加した日本人選手なんですけど、うん、男子が木林優選手、福田大堀で、小川敦也選手、洛南、ケイン・ロバーツ選手、ナイル・キニクコート、これ米軍横須賀かなんかの米軍基地高校です、ね、で脇正弘選手、岡山商科大附属で、山内優斗選手、リベットアカデミー、これカリフォルニアだったかな、うーん、で女子から平下愛香選手、大岡
で林真帆選手岐阜女子で荻田美優選手京都精華学院ということで、うん、女子は優秀で、うん、まあ、男子も優秀なんだけど、うん、女子すごい優秀で3人とも最後になんかオールスター戦みたいにやったんですけど、うん、あ、最初から説明するね、64人ぐらい参加してるんですよ、アジア太平洋地域から、うん、中国とかフィリピンとかいろいろ、その中から4チームに分かれてそれぞれ、うん、男女で、でそこでずっとなんかプレーオフとかやったりとか、であとはスキルトレーニングとかいろいろやったりするキャンプなんですけど、はい、で最終日がプレーオフやって、チャンピオン優勝チーム決めて、で最後にキャンプのオールスターゲームみたいにやるんだけど、うん、女子は3人ともオールスターに選ばれて、すごい、でなんなら、MVP がどっちだったっけな、荻田選手だったっけな、が確か MVP になって、荻田選手だったか林選手だったかどっちか忘れました、すみません。オールスター MVP、 キャンプ MVP はまた別でいたんですけど、で男子はこのケイン・ロバーツ君と小川敦也君がオールスターに選ばれてましたね、うん、こっちも非常に良かったです、評価も高かったです、で真ん中にいるのがあの今クリーブランドキャバリアーズでアシスタントやってるアントニオ・ラングさん、で彼はもう日本大好きなんで、日本語も半分喋れるみたいなとこあるんで、最後わざわざ自分から日本人選手全員写真撮りたいって言って、そういう写真なんだ、集めて撮ったっていう、ね、でそうなんかあのロビン・ロペスとか、ケボン・ルーニーとか選手、そんなもんかな、あとあれ、あれか、田臥選手、俺が映り込んだ、本当にすごい強いっすね、バスケットボール界、ね、バスケットボール界のレジェンドと見切れ界のレジェンドこれすごいよね、すごい、はっきり分かるもんね、これだけボケてても確かに、え、これ絶対レオだって、田臥さんの通訳してるんですか、そうです、あの僕は、ね、会見の通訳で入ったんですけど、基本キャンプ全部英語でやるんですよ、はい、で NBA の人と FIBA の人が喋るから、それの通訳を僕が後ろでやってたんですけど、で田臥選手も喋ってもらいますってことになって、うん、あ、本当にやられてた、田臥選手の英語をもう部分もレオが日本語にしてた、そうそうそう、最初は田臥選手に日本語でもいいですよっていう話で、日本語で喋ったら僕が英語で言いますっていう話だったんだけど、うん、なんか途中自分気が変わったのか突然英語で喋り始めたのか、田臥さんの日本語を言うっていうなんかよくわからない田臥選手の英語はやっぱすごいの、まあ、でもしっかり喋るっていう感じはあるかな、ブリッカム・ヤング・ダイ・ハワイ、うん、でやっぱりね、目の前にしている子供たちが英語で聞きたがってるから、なるほど、やっぱり英語で喋りかけようかなっていうことになったのと、ね、海外調査もしてるしね、これでもアジアの子供たちですよね、ですですです、でみんな英語喋れるんですよ、ね、喋れます、やっぱ日本人ちゃんと英語喋らないとダメだ、確かに本当そうなんです、そうっすね、まあ僕の通訳はその選手のためっていうよりメディアが来てたんで、メディアに対して、まあメディアも喋れた方がいいんだけど、うん、それそうすると僕の仕事なくなっちゃう、喋れない方が仕事には困らない、はい、もう一個ね、映り込んでた写真が、これ見ました、やったこれさめっちゃ偉そうだよ誰なんだよっていう、しかも白い、しかもなんか目立ってる、加藤さんに、そう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 、手前がケボン・ルーニーで、うん、で奥の隣が田臥、これやばい、でその隣があのプロ審判の加藤さん、あー面白い、これ何も知らないアメリカの人とか見たら絶対コーチだと思うよね、一人だけなんかシャツ違うしすごいわ、まあでも こんな感じでドリルやったり試合やったりっていう、で男子のオールスターはもうめちゃくちゃレベルが高いっていうか身体能力がすごすぎて、最後の方ダンクコンテストなんですよ、もう日本人選手はなんか笑いながらやってたなんだこれはって6フィート、5とか6の選手が普通にウイングでやってるからさ、あでも日本もそうしたいよなっていうのはあるんだけど、まあまあでもだいぶサイズアップしてますから ね、はい、あそうだ、あと、はい、サム・カセール、おーまさかの、まさかのキャじゃなかった、日本だとずっとサム・キャセールって言い方、ヒューストンロケッツで連覇したレジェンド選手なんですけど、ずっとキャセールで通ってきたのが本人に聞いてみたらカダっつって、サム・カセールということになって、はい、これからレオさんが働きかけていくと各地に、でもだいぶもう浸透してるのか、何なんだろうねこの浸透するしないってまあでも本人に聞いたっていうのはやっぱでかい、ゲイリー・ペイトンはギャリーです
です。僕はギャリー推しなんですけど、あれこそ全然浸透しないんですよね。全くしないよね。でも NBA ジャパンは新しく入ってくるギャリーは全員ギャリーにしてるんですよ。ゲイリー・ペイトンだけそれでもう名前が通っちゃってるから難しいねっていう話にはなってるんですよね。そうなんです。はい、はい、そうだ、ラスが来日したんですよ。これアンちゃんが撮った写真なんで T シャツ、お揃い、お揃い T シャツ。いや、行ったら行ったんだよ。そう別々で行ったんだよ。いやいや、そんな疑ってない。二人の中を盗撮をされて、はい、何してんだっていう目つぶってません。で、見てないから目つぶってる。なんでカメラ目に行ってないんだろう。カメラ使ったことない人みたいな。ブラーすごくないですか。ちょっとこれやばい顔ですけど怖いけど、ま、したやり返されてたし全く見てないあんちゃん。私も多分見てない。盗撮してたら、で、まあ、子供たちにこうちょっと教えるみたいな。なぜかシャムゴッドを教える。シャムゴッドっていう技があるんですよね。俺教えんの。まあでも楽しそうでしたね。で、あと八村選手もあのイベントやったんですよ。さっきのはこれギャラリー2なんですけど、はい、渋谷のこっちはナイキの原宿でやって、結構集まって、いやすごいね、人の数が。でセルフィー撮って終わるみたいな。面白かったですね。なんかそう、なんかバスケが楽しいんだなこの人本当にっていう感じのインタビューだった。八村選手が、うん、あのウィンターカップでさ、バスケは楽しいですって決勝の後に、はい、であれ1年目は本当にそう思って言ったんですけど、2年目3年目は言わされてました。まあでも本当に楽しいらしい。なんか八村選手のツイッターで見たんですけど、テラスハウス出るっぽくないですか。あ、ぽいね。ね、めっちゃ楽しみなんですけど。そういうの見てるんだと思って。テラスハウス大好き。一回も見たことない。あ、そうなんですか。いや、見てみた方がいいですよ。俺も見たことないから。若者の恋愛事情。八村選手が出るときだけ見ようか。そう、だからどういうコメントするのかなと気になる。八村選手が出るときだけ見ても意味わかるわけ、テラスハウスって。いやー、まあちょっと前後前見た方がいいかなと思いますけど、まあでも相乗りみたいなもんでしょ。まあまあまあ近しいもの。相乗りも見てなかったわ。嘘。でもリアリティな感じの。若者でも何でもないよ。自分がそういうの見てないだけ。うちピー見てたでしょ、大体あの時間は。内村プロデュースっていう番組があったんですよ。ほう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 。あった。ちょっとじゃあそれは見てみてください。はい、ハマるかもしれない。忙しいよね、八村さんですね。うん、あの NBA2K のアンバサダーにもなって、毎日のようにイベントに出てる。いや、すごいっすよね。いる間にできるだけやっとこう、うん、でもなんかすごい楽しそうじゃないですか、うん、そのテラスハウスも、まあ言ったら趣味じゃないですけど、うん、ね、え違う、ただ好きだから出るみたいな感じにきっとなったんでしょ。あ、そうなの。いや、そうだね。ずっとツイッター上で好きだ好きだって言ってたら、じゃあ出てくださいみたいな、うん、多分。あ、そうなんだ、へえ。いいですよね。うーん、はい、今週の渡辺雄太、はい、今週の渡辺雄太選手なんですけど、はい、心温まるツイートをしてます、はい、こちらです。小学校を卒業する前に校庭にみんなでタイムカプセルに入れた未来の自分への手紙払い、友達が僕の代わりに取りに行ってくれました。10年ちょい前の渡辺雄太へ、 NBA 選手になってるよってことなんですけど、これ下のね、タイムカプセルの中身なんですけど、10年後の渡辺雄太という名前で手紙が入ってまして、バスケットのチームはどこに入ってるんですか、背番号は何番ですか、 NBA に行ってるんですか、身長は何センチですかと質問攻め。10年後の自分、まだ NBA に入ってなかったら頑張れよと、そんな感じですかね。なってですか、まさかのね、見事 NBA 選手になっているという。すごいですね。本田圭佑に続く。確かに。そんな感じだね。14歳の頃なんか何してましたよ。何年生だ14歳。中2ぐらいじゃん。中2。中2か。まだバスケやってたな、頑張って。自分の限界はもう知ってたね。中2の頃は。いや。これ以上は無理だろうな、上のカテゴリーはって思ったね。中2ぐらいで。
急に当然やってましたよ。バスケやってましたよ。素晴らしい。もうずっと NBA 見てました。おお、 NBA 見てたな。ここ見てたな。ここ同世代ですか。同世代っていうか同い年ですね。何年だ。81年。81から14で 95? あ、じゃあブルーズ真っ盛りですね。そうだ。あ、ブルーズの後期スリーピート最初の年とか。そうそうそう。かもしくは94、95だったら復帰したし。あ、いや、復帰したシーズン94、95じゃない。そうだよ、今言ってた。あ、言ってた。95、96、あ、そう、95年だからっていうね。これね、95、96だとすると、あの年じゃないですか。クリスチャン・レイトナーがホークスに移籍する年じゃないですか。どうでもよ。いらなかった、うん、72勝シーズンね、はい、72勝ね、はい、いや、いいですね、こういうのね。昔は志田さんもジョーダンファンだったということで、はい、王道ですね、君たちは。いや、でもあの頃情報がそれしかなかった。確かに。あ、懐かしいですね。老害トークするとまたあんちゃん置いていけば。あんちゃんもダメですよ。ん、20年後ぐらいにこういう話してるようになるようになるかな。あの頃はどの頃だね。確かに、はい、というわけで、そんな渡辺裕太選手なんですけど、お盆休み中、はい、あのだったのでこの番組で取り上げてないんですけど、あの我々もダブドリでメンフィスに取材行った時に、うん、メンフィスハッスルでヘッドコーチして、うん、まあ、かなり渡辺を起用してくれてたブラッド・ジョーンズヘッドコーチが、うん、なんとメンフィス・グリズリーズのアシスタントコーチに就任し したので、入るかもみたいなこと言われてたもんね。そう、渡辺大チャンスですよね。確かに、もう、まあ、普通に日本メディア向けのリップサービスとしても言うじゃないですか、あいつは頑張ってたとか、うん、だけじゃなく僕ら帰ってからもね、ハッスルのトーナメントでガードいないっつっていきなり渡辺裕太選手をガード起用したりとか、というぐらい、まあ、かなり買ってる人なので、うん、期待したいと思います。はい、はい、というわけで今週の NBA ニュースは以上となります。後編では、はい、まあ、先ほど言った通りレオ、私と同い年でまだまだ現役でプレーをされている志田真選手、はい、ちょっと失礼なお題の振り方でしたけど、おじさんのためのバスケ講座というか、若いやつらにどう勝っていくかと、まあ、これ見てる人若い人も多いんですけど、そうですね、やっぱり若くても社会人に、学生はずっとバスケやってたけど社会人になって急に練習量落ちちゃったなとか、うんうん、そういう人にもぜひね聞いてもらいたいと思いますので、後編もお楽しみにしてください。